エンジェルスの大谷翔平は現地9月19日、日本時間20日、本拠地エンジェルスタジアムでのアスレチックス戦に2番、投手で先発出場すると、マウンド上では8回108球を投げ、5安打2失点10奪三振の好投で輝きを放つも、味方打線の援護にともしく、今季10勝目はまたもお預けとなった。 打者としては、2打数無安打2四球と、マウンド上の自分自身を助けることはできなかったが、エンジェルスが9回裏に同点に追いついたことで、黒星はつかなかった。試合は2、3でエンジェルスが敗れた。mlb.com でエンジェルスを担当するレッドボリンガー記者は試合後、決出した大谷がマウンド復帰で輝く、と題した記事を投稿した。 記事の冒頭で、腕の痛みにより、アスレチックスに対する先発登板のスケジュールが2日、後ろ倒しされたにもかかわらず、二刀流センセーションの翔平大谷は日曜の試合で鋭さを見せ、力強い8回を投げて10奪三振とし、アメリカンリーグ MVP 最有力候補の地位を固めた、と伝えた。記事によると、ジョーマドン監督は、試合後に大谷の好投について、彼は見事にやってくれた。 彼はまたしても立ち向かった。彼はまた、空振りを奪い始めた。今日の彼は、ほとんど全てが機能していた。日本塁打は許したが、それ以外では、彼は欠出していた。本当に、お見事だった、と述べたとのこと。また、ボリンガー記者はこの日の大谷の投球内容について、彼は午後を通して効率的に投げ、108球で8回を投げ切った、とした上で、 彼のスプリットは本質的に打つのが不可能で、彼はこの球種をシーズンハイとなる55球投げ、空振り17回を奪うとともに、この球種を決め球に9奪三振を記録した、と、切れ味の鋭かったスプリットの多頭が走行したことを伝えた。これについて、マドン監督は、彼は異なるグリップを試していたのだと思うし、その握りで請球が良かった。空振りや弱い当たりを見ただろう。 彼は感覚をベースにしており、何かを感じ取ると、他の何かを強制することなく、その感覚で生き続けるんだ。そして、マット、チャップマンを打ち取る前に99マイルを投げ、力強く締めくくった。彼はとにかく唯一無二のアスリートなんだ、と述べたとのこと。ベイブルース以来103年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打に王手をかけながら足踏み状態が続いているのは、 ファンとしても歯がゆいばかりだが、マウンド上で、らしさ、が戻ったのは何よりの朗報である。大手ブックメーカーのウィリアム・ヒルは大リーグ受賞部門の各オッズを提示しているが、ここに来て大谷翔平投手、27イコールエンゼルス、のア・リーグ MVP 部門の人気がわずかながら下降してきた。7月以降、大谷のオッズは2位以下を引き離して独走状態。 一時は、ほぼ元返し、の1、2倍まで上昇していた。これは MVP を獲得した場合、1万円をかけて1万200円が支払われる計算だ。しかしながら、9月を迎えて16試合で54打数11安打の打率、204、本塁打2本で、投げても最近2試合で勝利に手が届いていないことから、オッズが1、5倍へと下方修正された。 一方で2番人気のウラジミール・ゲレロ内野手22イコールブルージェイズワイットきの16倍から95倍へと急上昇打率と本塁打の2部門でトップさらに打点でも4位タイにつけていることでの評価だがもちろん現時点でも大谷が圧倒的有利であることは間違いないチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ 動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。